明治安田生命 J1 リーグ。この時間は柏レイソル対北海道コンサドーレ札幌、こちらの一戦をお楽しみいただきます。ビーフットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日442のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、バッターとどこまで高い位置を取れるかと思いますよね。そうなってくるとサイドの中間との連携ということが重要になりますよね。はい、一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところなんですか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出ていって取られた時ですよね、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースが出てきますからね。はい、ボールの失いところ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション以降のところでミスが出ると難しくなりますよね。はいはい、柏のキックオフでスタート。明治安田生命 J1 リーグ、柏レイソル対北海道コンサドーレ札幌。サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのが柏レイソル、反対側右のエンドからが札幌となります。田中、スルーパスを出す浅野、ここで前を向けるか。このボールに触ります。マテウス・サビオ、このボールをカットします。岡村からスパチョーク、ここで丁寧にボールを扱う。クロスを入れる、トス触る、小山津、さあカウンターを仕掛けます。裏へ出るか、これはどうだ。マテウス・サビオ、浅野、岡村、宮沢へ、宮沢から右サイド、柏はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあ立ち上がり、両チームとも様子を見つつも、ポゼッションでははるかに上回っている札幌。こういった形でね、アプローチがいいですね。浅野からスパチョーク、荒野、さあこのセカンドボール、チーハシ、カットに行きます。いいでしょ、ポジション切り替え、抜けていけるか。浅野、ジエゴ、序盤は固い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。裏へ届くか、スピードアップしたいですよ。ここはスペースを使う、どうだ、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。
いや今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりはハマった時チャンスですからね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。菅野、ここは笛が鳴ります。レフリーの注意が入ります。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。これはキーパー、札幌はハイプレスからのショートカウンターが特徴かと思うんですが、このゲームでもそのあたり注目ですね。そうですね、ショートカウンターは奪ってからのトランジションでどれだけ早く連動できるかが大事になるんですよね。なるほど、しかしそれにはやはり選手の運動量が求められますよね。そうですね、ペース配分をどうするかも注目ですよね。はい、90分通したゲームマネージメントが必要ということですね。選手交代含め監督の采配にも注目しましょう。さあ、つながるか。ここはつながりません。スルーパスを狙う。ここはオフサイドありません。これは合いません。アーチのようなパス。さあ、チャンスシュート、菅野見事。セカンド拾えるか。どうだ。サード、シュート。ポストの左です。まあ、距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。いい守備で奪う。このボールに触ります。これは届くか。どうする。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。荒野へ。荒野、ここはつながりません。椎橋、ここからですね。空いてますからね。縦行くぐらいのスルーパス。縦へのボール、古賀、ここは読んでいました。柏レイソ、カウンターを仕掛けていきます。高峰、古賀、土屋、スペースへ、チャンスになるか。いけるか。マテウス・サビオへ。そして今、前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。さて、北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。札幌としては、ここまでまだシュートチャンスを作れてませんよね。少し遠くても1本打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味では、そういったことも必要になってきますよね。Everyone, please welcome to the field our players. Substitution.後半キックオフです。0対0で入っていく後半です。ジエゴ、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。札幌はハーフタイムの間で選手交代があったようですね。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。早めにカードを切ってきましたね。
監督が前半を踏まえてこの後半どういう戦い方をするのか見ていきたいですよね。菅井のボール、あ、いい展開ですね。ボックス内上げ、頭だ、あ、素晴らしいクロスからのヘディングでした。最後崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のは柏、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここは対応します。原野、スパチョから浅野、さあ小前、ここが危ないところでしたがなんとか切り抜けます。菅、原野へ、岡村、ボールを奪いに行きます。この位置でボールを受けます。入れてきた、来た、ヘッドだ、来た、先制、コンサドーレ札幌がようやく均衡を破ります。クロスボールに頭で反応、パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。After 56 minutes is number 18. さあ札幌先制1対0です。先制点欲しかったですからね、はい、まだ後半時間ありますからこの後のゲームを進めて、抜けた、差し込む、来た、シュート、来た、追加点、コンサドーレ追加点が決まりました。これで差は2点。キレのあるドリブルからのこのゴール、見事でした。そうですね、普通はちょっと焦りそうな気もしますけどもね、ドリブルでしっかり持ち込んで落ち着いて決めましたよね。 After 57 minutes is number 18. さあ札幌さらに1点を追加し2対0としています。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、ジエゴから浮き球のパス、今の飛び出しのタイミング、いや良かったですよね、タイミングはバッチリでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。右側からサイドへ、右サイドから上がります。古賀、ここはカットします。古賀から大きく縦へ、ここも固い守りでボールを奪います。荒野、抜けてくる、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ファウルなしです。いやわずかに右へそれました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。札幌は選手を変えるようです。Substitution in progress. アラノ、スペースを狙う、チャンス、ゴールポスト、決めた。
さあこのボールであと1点というところまで来ました。いやよく反応しましたね。いやポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないと反応できないですね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。さああと1点です。柏いや素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、柏レイソンカウンターを仕掛けます。柏としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。田中から新野、入るかシュートレンジです。クロスが上がる、頭、いやこれはわずかに右でした。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。つながります、インターセプト。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。このボールをカットします。さあカウンターのチャンスになります。これは奪い返します。スルーパス、いいボールだ。小山津へのボール、おこれいいですよ。クロスを上げる、これは直接キーパーへ。柏としてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点押し上げたいですよね。シーハス一呼吸を置きます。キーパーからロングボール、古賀流れを止めます。高峰から小山津、チェックを受けますが動じません。ボールのここのパス、ここで受けて折り返すと呼んでいた。柏としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。西、これは合いません。抜ければチャンス、自分シュート、いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにはいかないですからね。Substitutions taking place。札幌はこれで交代枠をすべて使い切りました。マテウス・サビオ、アラノ、ここでファールがありました。ヘディング、いや柔らかいボールなんですけれどもね、応えることができません。細かいパスだと相手に寄せられるので少しロングフィードを入れたりとかいろんなアイデア出してますよね。札幌としてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。田中、ここは一旦バックパス。柏としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。スルーパスを出す、マテウス・サビオへ。柏としては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。ジエゴ、マテウス・サビオへ。アディショナルタイムに入りました。
アディショナルタイム5分あるようです。ここ来ましたよ。サイドのスペースを使います。渡ります。さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。このコーナーはどうだ。危ない。細谷から左へ。これ仕掛けるか。ここで笛です。2対1、札幌勝利です。接戦をものにしました。さあ北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。札幌としては周りの雰囲気に流されずにアウェー戦ならではの戦い方をしっかりとやれたということでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。明治安田生命 J1 リーグ、札幌が2対1接戦をものにしています。